皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。地震情報、2021年5月11日、午後3時8分ですけれども、大阪府北部震源で震度2の地震があったんですね。ところがですね、震度2にもかかわらず、ツイッターもそうです、フェイスブックですもそうですけれども、いや、すごい揺れだった、どんとした揺れだった、結構驚いたっていうのが多くて、本当に震度2なのかとかですね、もっと大きいに違いないとかですね、結構いろんな情報が出ております。一応ですね、現時点での発表は震度2ということですけれども、SNS の反応を見る限りですね、かなり突き上げる揺れがあったように見られるという感じです。で、これ現時点で発表しているものですけれども、震度2ということで、震度2でね、それほどね、震度2ぐらいだったら下手したら気づかない時が多いと思うんですけれども、多くの方が SNS でつぶやいてるってことは、ちょっと揺れ方がおかしかったのか、それとも震度の速報が間違ってるのか、ちょっと分かりませんけれども、大きな揺れがあったということになっております。で、皆さんご承知の通りですね、この大阪府北部震源というのは、2018年6月18日に震度6弱の地震があったところなので、ここの震源で再び地震が起きると嫌だなと思う方も多いと思います。私自身もですね、この時ですね、たまたまですね、この日に神戸に出張があったんですね。で、たまたま神戸に行き帰りできてしまったんですけれども、この時はですね、もう電車も麻痺してて、特に、大阪、局地的にすごい被害だったというところで、記憶に新しい、大きな地震だったんじゃないかな、ここの震源で今回起きているということです。じゃあ、気になるこの大阪府北部震源ですけれども、ざっと見る限りですね、それほど大きな目立った動きはないようです。2018年の6月18日に、震度6弱があって以降ですね、ちょこちょことしん、あの揺れてはいますけれども、取り立てて、何度も起きてるという感じもないですし、震度3が時々、ほとんど震度2とか震度1です。で、2021年に入ってからは、2月、3月、4月、5月と、毎月1回はありますけれども、それほどですね、何か連続してとか、大きな地震が起きたといった様子はないので、これを見る限り、そんなに心配はないのかなとは思いますけれども、とはいえですね、やっぱり2018年に大きな地震、震度6の地震が起きたところなので、ちょっと嫌だなっていうところはあるんじゃないかなと思います。で、直近ですけれども、直近ですね、伊豆、新島、神津島近海で、5回連続して地震があった後、特に何もなかったりとかですね、ただやっぱり気になるのは北海道、東北沖なんですね。今日もですね、青森、東方沖、それから昨日は北海道、東方沖、根室半島、南東沖、といった形でですね、北海道、東北の海、の震源の地震、この辺りはですね、非常に最近多いので、多分北海道、東北沖から青森、岩手、福島、宮城ぐらいまでの間で、かなり大きな地震が再び起きてもおかしくはない状況なので、ちょっとこっちの方が怖いのかなというふうに、個人的には思っております。ということで、震度6の地震を起こした同じ震源で、震度2という発表ですけれども、もしかしたら変わるのか、それとも揺れ方だったの問題なのか、ただやっぱりちょっと揺れが気持ち悪いと、やっぱりちょっと怖いかなっていうのはあります。直近で見る限りはですね、大阪、特に異常は感じられず、むしろ怖いのは北海道、東方沖、それから、東北沖、ここはですね、引き続き要注意かなというふうに思います。